はい、皆さんこんにちは、ワンナレビルフィッシュです。では今回は信長の野望大使石田三成プレイ続きをやっていきたいと思います。前回まではですね、もうひたすら無策にも長宗我部に攻めかかっていたんですけど、ちょっとこれだと拉致が開かないなということがようやく分かりまして、今回は一旦長宗我部と和睦をしている状態になっています今で、その間に歩兵を大規模にかけているので、広範囲にわたって、なのでこの歩兵が完了するかつ、停戦が解ける半年後ぐらいにかけて、一気にですね再び長宗我部に攻めかかっていきたいなというふうに思っています。で、今だとね米はともかく兵糧が取り計らいます。余っているのでお金が足りないの米を売って補填しましょう。で9月になる直前ぐらいに一気に兵を報告しよう、繰り出せる状態になるので、長宗我部との停戦が解けるのをちょっとだけ待ちましょう。始めましょう。で今だとねお金が欲しいんで、とにかく1にも2にもお金系の、これにて提案をしてくれる人を最優先にしましょう。で、そうだな、鉄砲貿易、鉄砲学賞、よし、これをやろう。鉄砲はかなり強力なのが分かりましたからね。購入はするつもりはないんで、兵糧に関してはね。兵糧に関しては購入するつもりはないので、一旦今回はこれくらいしかできないかな。とにかく今、お金と鉄砲。で外交で龍蔵寺とか島津とかに職種を伸ばすにも遠すぎてできないんで、もう長宗我部を力でねじ伏せるしかないっていう状態なんですよね。ここがねちょっと苦しいかなっていうところなんですが、どうしてもね力でねじ伏せていくしかないんで、そのためには領土の大きさを生かして広範囲から兵を動員する、そのための兵糧は溜まってますからね。先月の収支、謙信が信濃に兵を進める、それは困るな。確かに今謙信とね景勝は和睦しちゃったんで、謙信的には戦がしたくてしょうがないとすると攻める場所がなくなっちゃいましたからね。今こうやって着々と時間を進めてるんで、時間を進めてる中、画面左の下の方にね情報がちょいちょい入ってくると思うんですけど、この中に兵の配置が完了しましたよというふうに出ているのは歩兵をかけている結果です。報告しよう。先月の収支だ。表情を始めましょう。鉄砲をねもっとバンバン買っていきたいんだけど、良き考えかと。鉄砲を買うためのお金がちょっとないかな。これにて表情を、そのためにも商業系をメインで施策力を獲得していきます。投資力強化、行動回数増加、海上貿易、どうする。お金が欲しいんで、普通にとにかくお金お金。さあ8月になったらいよいよ兵を挙げられるようになるので、長宗我部に対して宣戦布告していきましょう。で、この際四国は放置して、まずは中国地方を一気に平らげるというところですね。ここをやっていきましょうか。朝廷からの使者、金を巻き上げられるな、まあしょうがないね。中納言もらっておきましょう。
報告しよう。先月の収支だ。ではもう今まで多分ね、類を見ないほどの大軍勢をここで起こしていきましょう。まずは宣戦布告です。長宗我部に対して宣戦布告。我が才お見せしましょう。今2位って出てましたね、国力が。つまり1位と2位がここで死を決しようというわけだもんな。では早速行軍していきます。で、もうね、遠いところからも嫌応なしに兵を集めます。そうだな、100日前後のところからもう兵を出していこう。3ヶ月後ですよ、だから開戦できるのが。掛川城まで。じゃあ今回、進め、行軍の対象にしましょう。で続いてもうこんな感じでね、ひたすらに兵をかき集めるっていうね。掛川までやったので、掛川の次からかな。掛川の次からってなるとどのあたりだっけな。じゃあこの小山城から行く。小山からぐわーっと兵をかき集めていきましょう。そうすると次名古屋までやったんで、次鳥羽城からですね。前進せよ。鳥羽城から下。そうすると今度は松ヶ島から下かな。次清水山からですね。これもう本当にね、全軍を総動員するので40万規模の軍勢を動かすことに多分なるんじゃないかなと思うんですよね。もう本当にこれが正しいやり方なのかっていうのは多少クエスチョンは残るんですけど、まあ、今考えられる一番いい策がこれなんですよ。まあ、とにかく力で力で押して押して押しまくる。牧島に誰も人が入ってないな。進め。かつてね、これほどの軍勢を繰り出したことがあるのかっていうね。この辺りになってくるともう、自動編成でやった方が確実かな。ちょっと待ちましょう。歩調を合わせる必要があるので。んー、だって3ヶ月後とかですもんね、長いところだと。集結が完全に終わるのを待ちましょうね、一旦。使いの者が来たよ。長宗我部から交渉か。備中松山城石田家2城と。よし、これは受けよう。こういう系は全然ありなんだよな。さっきも実はね、裏で検証しようと思って今と同じことをやってみたんですよ。そうするとこうやって城を差し出してきて、
講和に入るんで、こういう講和の仕方はありですね。先月の収支だ。ちょっとめんどくさいんですけど、帰らせましょう。戻るぞ。米を完全に無駄にしただけなんですけど。戻るぞ。戻るぞ。まあ、戦わずして勝てるなら一番楽ですからね。確かに戻るぞ。めんどくさいんですけどね、今みたいな行軍設定を一個一個入れていくっていうめんどくささ。もうちょっとなんかサクッとできるようになるといいかもしれないな。北条が手を切ってきたか。北条の動きが気になるな。大将喧嘩するね。北条が手を引いたことによっていろんなところで。まあ、金はフェロブには歓迎ですからね。で、三成の首を取るということで、三成と北条の合戦になるんだな。ってことは一旦、我が領内に敵が迫っております。一旦、この状況を見る限り一旦長宗我部とは停戦状態に入っているのはタイミング的にはすごくいいので、これを機に良き考えかと一旦北条との戦いに舵を切りましょう。影勝も越中に兵を進めるだって。まずは富士吉田城に攻めてくるんであれば、富士吉田城に兵を集めよう。味方もちょっと待ってね。富士吉田城に北条氏輝の方が先に到着するの、これ嬉しくないよな。であれば逆にこちらから攻め入るっていうのも手だな。何もガチンコで殴り合う必要はないからな。どうする？今そもそもそうだよな。出兵した直後で兵がいないんだよね。もうちょっと我慢する？そうだな、ここは外交で一旦ここを収めさせるっていうのも手だけど、ならねえな。ああ、藤田吉田将があっという間に取られたわ。早かったな。そしたら藤田吉田将の奪還に出ましょう。勝てるのかなこれ。まあ、確かにね、家康とか強いの集まってるけど、で何もね、敵に合わせてこちらも大軍勢一部隊っていう必要ないので、圧倒的な国力を生かした複数箇所からの同時進行を行っていきましょう。こういう無礼な連中にはね、平井城に5万の軍勢。後に続け。八王子にも5万の軍勢。我に続け。こんなとこでいい？まずは
大証券を形成していけばどん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 金の入りは良くなってきてますね。いつの間にか。なので鉄砲をまた買い漁っていきましょうか。鉄砲のあるなしは戦局に大きな影響を与えることが分かりましたからね。先月の鉄砲があればどうにでもなる。ただ今鉄砲が全くないんでその鉄砲を買っていきます。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。北条家の軍勢と、ここはね敵が陣を取ってるんでまともに戦うよりかは軍勢に期待した方がいいんだよね。よし、予定通りだ。富士吉田を奪還して、この後はこのまま複数拠点に一気に攻め上りましょう。報告しよう。先月の終始だ。表情を始めましょう。でここは一貫してお金、お金でいきましょう。これにて表情を終わります。投資力強化を入れておく。まあ将来的なお金の入りを良くするという意味では。でもちろん最近のトレンド、鉄砲を購入していきます。取り計らいます。ありがとうございました。いや大証券化してから全然金の入りが変わってきましたね。ここで果てるわけに。よし、富士吉田は完全に取りましたね。一門衆は処刑していく。それ以外は逃がしましょう。深く。行くぞ。ではさらに兵を進めましょう。皆の者続け。まあ北条はねこちらに合戦を仕掛けてきたことを後悔させてあげましょう。大納言まで登ったか。大納言三成。包囲するぞ。負けるか。いやここに来て負ける。自ら合戦の指揮取った方が良かったな。今だと陣はこっちにあったはずなんで。取り囲め。今更だからしょうがないけど。報告しよう。先月の終始だ。ちょっと今のは考えもんですね。陣がないときはもう正直任せちゃった方がいいっていうケースの方が多いかなっていう感じはするんですけど、今みたいに陣がある場合は普通に戦えばよかったかな。光秀が指揮取ってたからね安牌かなとは思ったんですが、そうはいかなかったか。大納言三成の誕生ですからね。そうは言っても、ここは直接指揮を取りましょう。で宇治照軍を完膚なきままに叩こう。ちょっと待って、宇治照の方にいるの。いやこれはおかしくないか。さすがにと言っても今更だな。しょうがないね。なんで陣が向こうにあるのかちょっと納得いかないな。こっちがだって城を包囲してたんだからさ。あそうだよね、こっちに陣があるでいいよね。いやそうだよね。ちょっとごめんなさい、取り乱しましたね。そしたら陣の周りで鉄砲隊で狙撃しよう。ただここをもしかして森林の中となると鉄砲隊の優位性があんまり効いてこないんだよな。始めるぞ。戦場の策定とかもねちゃんと見ておけばよかったんですが、今更だ。命令してくれ。さあ行こうぜ。ご命令を。始めるぞ。まあこちらはあまり動かずに、
陣があるんで兵の増強をしつつ敵を迎え撃つ形かな、陣で敵を迎え撃つ、陣を守りきるっていう戦い方の方が多分効率よく勝てるんじゃないかなと思います。敵の居所知れました、見つけたぜ。早いな、敵の動きが早い。油断大敵だぜ。敵の動きが思ったより全然早いんですが、始めるぜ。ここはさあ逆に行こうぜ。敵を迎え撃ちましょう。ここでご命令、始めるぞ。敵を制すは我が軍略よ。敵の動き知れました。今が好機、やりたい。前へ。ただ敵も軍を下地よ左翼に振り向けてきてるんで、ここはねしっかり警戒して戦わないと痛手を被りますね。逆にさあ行こうぜ。中央からは敵はあまり来ないんで、左近の部隊を左翼に振り向けましょう。ご命令を、覚悟せよ。ご命令を、覚悟は良いか。ゲチよ始めるぞ。ゲチよ始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。我が覚悟お見せしよう。いや大納言三成が誕生したからな。示すは今だ。叩き潰せ。やりたい。1個これはこのまま行くともしかしたら陣が奪われるかな。まあ陣の1個や2個奪われるのは構わないんですが、全部奪われるとね優位性がなくなっちゃうので、それは面白くないんですよ。ご命令。ゲチよ始めるぞ。ご命令を、いざ進まん。覚悟しろ。ご命令を、始めるぞ。ゲチよ覚悟せよ。我らの勝ち揺るがぬぞ。我らが意地見せてくれようぞ。時は今、力を合わせよ。我が刃、思ったよりなんか苦戦しそうな雰囲気が出てるな。この攻め、かわしてみせよ。敵の意図、知れました。好機。さあ、ここで敵の部隊を一気に 2,3 崩せれば、そうは言っても勝利が確定するんで、戦い方を間違えないようにしましょう。まず左近は横っ腹をついて、ヨシキをこのまま敵の部隊を敗走させる。で、これは直政か。通りで攻撃なわけだな。直政はしっかりと撤退させよう。で、鉄砲を打ち払うとか。これで左翼の指示は終わり。で、勝家の方は鬼柴田が撃てる？撃てる。鬼柴田を撃っておいて、その間始めるぞ。残りの部隊でご命令ください。覚悟しろ。ゲッチ始めるぞ。削っておきましょう。お聞きくだされ。練り上げし我が部とっさみよ。2部隊階層に追い込めればいけるかな。ウジテルの場所がわからないんで、ウジテルがどこにいるかですね。ウジテルを回想させれば絶対に決まるんですけど、この繊維ゲージの状態だと。正々堂々勝負せよ。仕方ねえ、一旦まずはノブトラが撤退。先にこっちのノブトラが撤退か。まあ230ぐらいしか兵がいなかったんでしょうがないですね。ここは何しやがる。磯の隊が危ないな。やりたい。左翼が崩れるっていうのはちょっと避けたいんだけど、どうだろう。命令してくれ。磯の隊下げても間に合わないけど、一旦兵を引きながらっていう感じになるかな。始めるぜ。おごし、お
聞きくだされ。ゲッチ、始めるぞ。ゲッチ、覚悟しろ。策がございます。逃げないのなら仕方ありませんね。ここにウジテルがいるな。ウジテルに突貫を受けるのが一番いいかな。ここは守れと思ったら逃げるかな。我らの勝ち。まあ当然といえば当然だな。対象クラスの陣には幼児に余った武将を入れていくっていうのが一つのこの定策というかパターンというかいいかもしれないですね。そうすると少なくてもね。仕方ねえ、一旦引くか。大将が回想する可能性っていうのが断然取りますもんね。この策で勝てるはずだぜ。吸収か、吸収じゃなかったんだよな。ちょっと今みたいなボンミス多いな。気をつけないとね。なんでシッターをしておいて親友を決する時、ご命令を。覚悟は良いか。時は今、力を合わせよ。我が策ご覧ください。我らが力示すは今だ。お聞きくだされ。全体がもうちょっと惜しかったな。まあね、長宗我部との戦いでだいぶ鉄砲を消耗しちゃったんでしょうがないんですけどね。見せてくれよ。宗雲とかもいるしな。それは強いわけだ。北条軍も正々堂々勝負せよ。宗雲なんて多分トップグラフですよね、きっと。全部将の中で甘く見られたものだわい。今は引こう。よし、その宗雲一旦回線に置いて放て。今は引こう。横手隊は撤退。まあしょうがないね、数が少ないので。放て。今は引くぞ。雨子隊も撤退か。磯野隊も撤退。ちょっと押されてるな。我が祖、お聞きくだされ。鬼左近の戦。鬼左近で2部隊一気に、これはその身で味わうがよい。回想させられる。この策で勝てるはずだぜ。ご命令を。覚悟は良いか。ゲチ、始めるぞ。その首、この手でいただくとしよう。その首。いや、こういう山あいでの合戦は戦いづらくてしょうがない。見上げた軍略、見せてくれよ。まずウジテルの場所を完全に見失ってるんで、ウジテルの場所をね確認しないといけないですね。やりよる。直政が戻ってくるのね。直政が戻ってくると本当にやめてほしいな。一旦引こう。ウジテルはここにいるな。お聞きくだされ。我らの勝ち、揺るがぬぞ。ヨシキヨがちょっと危ないけど、もうヨシキヨも救えないな。ここまで来ると回想するのは避けられないんで。我が策、ご覧くだされ。始めるぞ。ご命令を。いや、泥試合になったな。覚悟は良いか。正々堂々勝負せよ。さて、何がまずかったのかね、今のは。陣がこっちにあったんで、陣で敵を待ち受けるっていうスタイルは全然悪くはなかったと思うんですけどね。一旦引くか。それでもこの低垂らくだからな。やりたい、前へ。ゲチよ。ただここは歩調を合わせておいて。覚悟は良いか。始めるぞ。我が策、ご覧くだされ。さて、踏みつぶしてやるぜ。ご命令。覚悟しろ。この戦、これで終わらせる。油断が過ぎるのではないか。敵の意図、知れました。回想したか。何しやがる。マサトエの部隊の回想か。
覧くだされ。ゲチよ、始めるぞ。ここはもうフジテルを取りに行くっていう作戦に変えましょう。甘く見られたものだわい。一旦引く。この戦、これからぞ。ソウルが戻ってきちゃうのか。全然嬉しくないね。やりたい、前へ。ウジテルの場所が分かったぞ。ウジテルの場所が分かったんで、ウジテルに特艦を立てよう。ございます、始めるぞ。ゲチュ、覚悟せよ。逆にこちらの、ね、勝家がやられるっていうのは避けたいんで。望むは貴様か。この戦、これで終わらせる。我らの勝ち。後退が早くも全然離脱してるからな。まだ負けておらぬ。今だ、放て。イソン隊が足軽隊前へ。まあ、ヨシキヨがね、改装してるけど、もうあのまま敵の部隊を引きつけてもらう役に徹してもらおう。始めるぜ。覚悟は良いか。覚悟しろ。我が策、ご覧くだされ。巻き返すとしようか。巻き返そう。後期巻き返す。放て。勝家はどうする？いやー、規制崩しが一旦下げよう。ご覧くだされ。この策で出し抜いてくれよ。覚悟しろ、ゲチよ。始めるぞ。ゲチよ、まだ良いも。望むは貴様か。とっておき、勝家が改装するのだけは避けたいので。我らの勝ち、揺るがぬぞ。敵の居所知れました。今ぞ、放て。ゲチよ、覚悟は良いか。我が覚悟、お見せしよう。もうウジテルをね、四方八方から囲みましょう。いざ進まん。まあ、正豊ももう数はだいぶすり減らしてきてはいるんですが、始めるぞ。まああと一歩なんで、で勝家も奇跡崩しを使っておく。なんか危ない感じもするけど、どっちが先に改装するかだな。ウジテルと勝家、ここは守れ。ここで用心使ってくんだよね、ウジテルが。これがね、邪魔くさい上に、しかも足止め。問題はウジテルがどっから逃げ出すかだな。これしっかり捉えておかないと、また振り出しに戻さるよ。まだ終わってはいない。突破されるなよ。突破すんだよね。スルリと抜けていくね、スルリと。これ繰り返すの結構つらいよな。今は引くぞ。何、勝家が改造？ここで勝家が改造するか。いやー、きついこと言うな。お父さん、お聞きくだされ。我が覚悟、お見せしよう。逃げられちゃうんだよね。ご命令ください。覚悟しろ。いやー、これこの策で出し抜いてくれよ。なんとか踏ん張らない。格の差、思い知るがよい。この策で勝てるはずだぜ。ここはでも騎馬隊とかいたとしても追撃できなそうですもんね。あまりにも地形が入り組んでいるんで。この一撃、全てをかける。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。射抜くのです、射抜くのです。ご命令を。始めるぞ。多分走行してる間にね、お聞きください。直政あたりが戻ってきちゃうんですよね、嫌なことに。ゲッチ、いざ進まん。命令してくれ。始めるぜ。ここは長期戦確保しましょう。総力戦確保、これで終わらせる。ウジテルが撤退してる間に、これで終わらせる。部隊数の有利性で敵を足軽隊前へ。
削っておきますか。幸い吉清が引き継いれてくれてるんで、まあ、それをうまい具合に生かしましょう。さあ行こうぜ。敵を制すは我が軍略よ。そう、もういらないよな。退場してもらいたい。今は引くぞ。一旦引こう。清康がこれほどとは。我が軍お聞きくだされ。は鬼左近の戦、正豊義清、まあ義清はどうにもならないんで、正豊は撤退しないでくれることだけを願おう。我が軍略よ。いやーこれ本当に困ったな。こういうのが続くな、しばらくは。正豊が撤退上、戦場の設定も重要になってくるのは分かってるんですけどね。戦場が選べないからな、思ったより。攻撃側は特に選べないですね。まだ負けておらぬ。放て。今は引こう。よし、これを機に、そしたら全軍を覚悟せよ。宇治テルに差し向けよう。やりますね。好機、敵の居所知れました。今は引こう。左近も撤退するか。ここ負けるな。しょうがないね。どうすればいいのかな。ちょっと本当に悩ましいね。戦場の設定と鉄砲を揃えるっていうのは最重要の課題としても、射抜くのです。やりたい。前へ。じゃあ何、いいが誇りを見せつけよ。長宗壁に仕掛けようとしていた総力戦を北条に仕掛けますか。まずは切り込め。赤備えよ。で、数を用意しておいて、できるだけ決戦を直接指示せずに、自動で切りがつくような形で持っていきますか。こんだけ決戦が続くと決戦だけで時間かかっちゃいますからね。お味方が討ち死にしました。お味方が捕らえられました。お味方が捕らえられました。森綱もやってくれるな。だな、ここ北条からの申し出、兵糧13,300、これは拒否だな。そしたらまた軍を起こしていこう。結構撃破されちゃったけど、軍の回復はその分早いはずなので。報告しよう。先月の収支だ。金も米も十分にある。そして兵も十分にあるんで、そしたらですね、まずは外交交渉で、長野家に関しては兵糧外交をしておきましょう。まあ兵糧がね、必要かと言われれば正直それほど必要ではないんですが、兵糧外交しておいて行軍だな。
進め。のちせ山に人が入ってないの？こんなに軍勢いるのにもったいないね。入れとかないと。進め。取引を行いましょう。ます。ありがとうございました。ありがとうございました。もう長宗壁に集中したいところにね、こんなことされたらたまったもんじゃないで、もうひねりつぶしましょう。後ろご覧受ける。まあ北条の城はね、行っても小田原さえ取れば戻るぞっていう思いもありますからね。小田原を取りましょう。で、家康は一旦騎乗させておいて、報告いたす。2、3ヶ月経てば家康の軍勢がまた動かせるようになるはずです。表情を始めましょう。良き考えかと。これにて表情を終わります。金だ金。まあ、長野家とはね、予定通りの交渉ができましたね。報告いたす。先月の収支。まあ長宗壁とはこのまましばらくおとなしくしておいてもらって、その間にって感じかな。じゃあ下田城に向けて家康の軍勢4万を発しましょう。出陣する。仕方ねえ、待つか。逃げ道を残すな。陣があっても負けるときは負けるっていうね、やっぱり鉄砲の数がものを言うんで。報告いたします。先月の収支です。謙信と今戦う余力はないんで、謙信は親善職。かしこまった。取引を行いましょう。ありがとうございました。鉄砲の流通量をもうちょっと増やしてもらいたいな。もうちょっと一度に買える鉄砲の量を増やしてもらいたいですね。容赦はせぬぞ。よし、平井城取ってね。このまま信長の軍、おっと、信長の軍勢は騎乗ではなくて、行くぞ。そのまま北条の城奥深くまで行きましょう。川越城を攻めて忍城へと向かいましょうか。で、小田原城は桜隊が攻めてるんで、これでいいでしょ。で、信虎の軍勢が遊んじゃってるんで、信虎をやってやろうじゃねえか。どうする？玉縄まで進める？で、一気に江戸まで攻め上りましょう。やっぱり大動員するっていうのが一番いいね。まあ米の消耗がその分激しいですけど。忠勝対家康。取り囲め。
流行り病がしょうがない、今年インフルエンザがねむちゃくちゃ流行ってるっていう話みたいですけど、実は僕の奥さんもねあのインフルエンザになっちゃったんで、僕もうつるかなと思ってたんですけど、うつりませんでした。インフルエンザはね僕一度もかかったことがないんで、インフルエンザがつらいつらいって言われても、それも、ね、あんまりピンとこなくて申し訳ないんですよね。それも一つの策ですね。いやでも本当に大きさ級だな、みんなが疫病被害低下はやっときましょう。まあまさに今苦しんでる人がいますからね。あとはじゃあ灌漑支援とかもやっとく。本当はねここ最近ずっと言ってる商業系メインで金を貯めていきたいんですが、取引を行いましょう。あとはここですね、取り計らいます。ありがとうございました。蹴散らせ。まあ、ここはその通り蹴散らしましょう。で7月になっているんで、浦和城取った。7月になっているんでちょっとさらに兵を出していく余裕がありそうなんで、まあ、約4万の軍勢を岩槻城に出していきましょう。内大臣になりました。これでもう上り詰めたと言ってもいいな。さあさらにじゃあ朝倉隊を先に進めていきましょう。勝ちの気を上げよう。で家康も先に進められる。いやこれでも北条にね目に物を言わせてやろう。進め。行くぞ。戦場で勝てないんだったらこんな風にして力攻めで勝つってね。じゃあ江戸城総攻めですね。これで力をつけて長宗我部に今北条に対してやってることのさらに規模を大きくしたものをやっていくっていうのが、まあ、結果的に近道になりそうですね。兵糧の消耗がめちゃくちゃ激しいですけど、受け入れよ信長が作る新しき世を。行くぞ。そしたら押し城に俺に続け進めましょう。ちなみに直政はどこに行こうとしてる。八王子か。八王子に行かれると面倒だけどしょうがないな。行きます。行軍の場所を八王子に変えよう。我に続け。取り囲め。悪いがこの城をもらったぜ。よし玉縄城取ってね。行くぜ。ついてこい。包囲せよ。まあ流行り病がまた出ちゃいましたけど、西洋医学は導入してるんで被害は少しは抑えられてるはず。逃げ道を残すな。でここで兵糧がまた一気に入ってくるんで、少しはねまともになるかなと思います。ちょっと時間が長くなっちゃってるんですが、ですがキリが悪いのでもうちょっとやらせてください。せぬぞ。三成が首、ここで長宗我部が兵を挙げてくるか。
しょうがない、ちょっともうちょっとやらせてほしいと言ったばっかりなんですが。敵が我が領内に向かっております。どうしようもないね。しょうがない。そうなるとガッサン戸田城で敵を迎え撃つしかないよね。9万3000か。こんだけの軍勢で、しかも信秀が率いて、鉄砲隊もそれなりにいる。鉄砲隊はいないか。そうだよね、今使っちゃったばっかだもんね。しょうがない。じゃあちょっとね、これは長引きそうなので一旦ここまでにさせていただいて、次回長宗我部北条二正面作戦、引き続きプレイの方していきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。